強制の道を探す必要があるのかもしれません。共に進んでいくと誓ったんです。共通の友達がいますから隠し事はできません。それをしたところで何の得にもなりませんよ。これで得られるものって何ですか？すべて起こりうることです。多分人生に絶対の正解はないと思います。問題を解きましたが理解していません。解熱剤を飲んで寝てください。